皆さんこんにちは。痛みだより5月30日号です。6月から高齢者実態調査を行います。これは伊丹市の福祉サービスの充実などに活用するため、民生委員が実際に各世帯を訪問して健康状態や生活状況、そして見守りが必要かどうかなど聞き取り調査をします。調査期間は6月の1日から7月1日です。対象者は65歳以上の一人暮らしの高齢者、要援護高齢者です。お問い合わせ先はご覧のところとなります。伊丹市社会福祉協議会地域包括支援センター、電話番号は 072-787-6797、 そして伊丹市地域高年福祉課、電話番号 072-784-8099 となっています。どうぞお気軽にお問い合わせください。それでは今週の痛みだより性情報からお届けしてまいりましょう。それでは姿勢情報です。担当は藤井加奈子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。家庭や事業所から出たゴミや廃棄物を処理する施設、豊中市伊丹市クリーンランドでは、これまで運用していた焼却施設の老朽化に伴い、新しい焼却施設を完成させました。今回はこの新しい焼却施設を中心に、豊中市伊丹市クリーンランドについてお届けします。豊中市伊丹市クリーンランドは稲川の東側にあり、豊中市と伊丹市の家庭や事業所から出るゴミや廃棄物を日々受け入れ、焼却、破砕、選別などの中間処理を行う清掃工場です。これまで運用されていたゴミ焼却施設がその役割を終え、今年3月に新しい焼却施設が誕生しました。それではこちらの施設について教えていただこうと思います。豊中市伊丹市クリーンランドの高見さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。高見さん、まずは焼却施設が新しくなった経緯について教えてください。はい、以前使っていた施設は昭和50年に運転が開始されましたので、40年を超える長期間の運用で老朽化が進んでいたため、新しい焼却施設が建設されました。森の中の再生工場をテーマに、環境に配慮した施設、安全で安心な市民に愛され貢献する施設、経済性に優れた施設という3つの基本方針に基づいて建てられています。それでは新しくできたこの施設の特徴を教えていただけますか。はい、新しいゴミ焼却施設ですが、環境負荷を最小限にまで軽減しようとクリーン性能を徹底的に追求しました。集められた可燃ごみをおよそ900度の高温で燃焼させ、ダイオキシンなどの発生を抑えるほか、燃焼ガスの排出も高性能なフィルターにより微細な塵を捉え外に出ない仕組みになっています。またゴミ焼却で出る熱も無駄なく利用しようと、より効率の良い発電するシステムも備わっています。最大発電量はこれまでの焼却施設では 7000kW でしたが、今度の新しい焼却施設では 14000kW の発電能力を有しています。ちなみにこれは1日約4万世帯の電気の発電を賄える発電量になります。クリーンな排ガスで環境にも配慮しながら、たくさんのエネルギーを生み出しているんですね。そうなんです。そして市民の皆様に施設のことをもっと知ってもらおうと、見学コースもさらに充実させました。よろしかったら藤井さん、施設の中を体感していってみてください。ありがとうございます。ではこれから施設の中を見学してみたいと思います。わあ、見てください、大きなクレーンがゴミを持ち上げています。見学コースで最初にやってきたのは豊中伊丹 3R センターです。
ここからは石井さんに案内していただきましょう。石井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらにはどういったゴミが運ばれてくるんですか？はい、この施設は不燃ゴミをはじめプラスチック製容器包装、ペットボトル、瓶が運ばれてきます。不燃ゴミの処理はクレーンでゴミを掴んだ後、受け入れホッパーの方に入れます。そして機械でゴミを細かくした後、4種類に分けていきます。4種類は不燃、可燃、そして鉄、アルミなどの金属になっています。奥のピットにはプラスチック製容器包装が貯められていて、受け入れホッパーに運ばれて手選別の方に参ります。手選別では分別のルール違反のものを取り除いています。包丁や注射の針なんかも届いています。充電式電池や中身が残ったスプレー缶などがもしも機械の中に入ってしまいますと爆発の恐れがございますので、きちんと分別の方をしていただければと思います。こちらが新しい焼却施設になっています。こちらが焼却炉の断面模型になっています。実物大の大きさです。大きいですね。はい、まず最初にクレーンでゴミがつかまれ、受け入れホッパーに投入されます。その後、吸塵装置でゴミが押し出されていき、そして非合紙でゴミがどんどんと前の方に押し出されていきます。非合紙ってどういったものなんですか？はい、焼却炉の床にあります、動く階段状のようなものになっています。そして水分などが含まれた生ゴミなどがございますので、乾燥ゾーンで水分を飛ばしていきます。そして次に燃焼ゾーン、900度の温度で勢いよくゴミを燃やしていきます。900度高温なのは有害物質が出ないようにするためになっています。焼却炉内でゴミが燃やされますと排ガスが発生します。発生した排ガスは活性炭や薬品で浄化した後、煙突から放出されていきます。そしてこちらは排ガスを監視します公害監視表示板になっています。こちらの基準値は法律や条例よりも厳しく定めた自主基準値の方を用いています。とてもクリーンな施設になっています。環境のことを考えているんですね。はい、4階にやってきました。こちらからはゴミピットが見ることができます。広いですね。はい、どれくらいのゴミが入るんですか？はい、4000トンのゴミが貯めることができます。はい、こちらは1日の最大の処理能力は525トンになっています。今ちょうどクレーンがゴミを掴んでいますが、最大で45リットルのゴミ袋で1200袋掴むことができます。また見学コースには子どもたちがゲーム感覚で楽しく学べる場所もありました。はい、こちらは分別ゲームになっています。上からゴミが落ちてきますので、燃やすゴミだけにタッチしてください。はい、これ、はい、正解です。これでもいいかな。はい、これも。そしてこちらが一押しの体感設備、炉内疑似体感装置です。こちらでは焼却炉内を体感することができます。どんな体験ができるんですか？実際にお席に座って体感してみてください。灰になったゴミは燃やす前と比べて重さが 7%、 100kg だと 7kg にまで減るんだ。灰は次々と下へと落ちていくんだよ。じゃあ高温で燃え盛る焼却炉内を体感してみよう。ということで炉内疑似体感装置を体験させていただいたんですが、実際に中にいるような臨場感たっぷりで迫力がありました。石井さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのご家庭で出たゴミがどのように処理されているのか、一度豊中市伊丹市クリーンランドへ見学へお越しください。それでは最後にもう一度高見さんにお話を伺います。ご家庭で使える新しいサービスが4月から始まったんですよね。そうなんです。
スマートフォンをお持ちの方に便利なゴミ出しの日をお知らせするアプリの配信を開始しました。こちらのアプリをスマートフォンにインストールし、お住まいの地域を設定していただくと、収集日がカレンダー形式で確認できます。またアラームで収集日をお知らせする機能や、詳しい分別方法や、ゴミ出しの注意なども確認できます。収集の日を忘れていたり、思い違いをしたりすることもありますし、分別方法に迷ったゴミがあったときには非常に便利ですよね。このアプリはどのように利用すればいいんですか？スマートフォンでアプリのストアから 3R を検索しダウンロードするか、市内で配布しているチラシの QR コードを読み取ってダウンロードしてください。最後に、正しいゴミの分別はもちろんのこと、ゴミの減量化にも努めてくださいますようにお願いいたします。高見さん、ありがとうございました。ありがとうございました。伊丹市には貴重な生き物や生態系、豊かな自然が育まれる環境が残っています。新しく生まれ変わった焼却施設では、そんな伊丹市に残る自然環境を守るためにさまざまな取り組みを行っています。まずはゴミを知り、ゴミと向き合い、町の環境を考えるために豊中市、伊丹市、クリーンランドへお越しください。今回は豊中市伊丹市クリーンランドに新しく建てられた燃やすゴミの焼却施設の話題でしたね。廃棄されるガスもよりクリーンになり、また発電効率も高く環境性能がアップ。自動化できる部分は自動化し、運用コストも下がりました。そして市民の皆さんにもっとゴミのことを考えてもらおう、施設のことをもっと知ってもらおうと、見学コースも充実し、大人から子どもまで楽しめる施設となっていました。地域の皆さんが自然や環境、そして資源の有効活用について考えるきっかけとなる施設になるといいなと思いました。藤井さん、ありがとうございました。